ディフューザー外側へ、顔や手などを出すと危険です。エスカレーターにお乗りの際は、ディフューザー側に、黄色い線の内側にお乗りください。お子様連れの方は、手をつないでお乗りください。長靴や運動靴は、エスカレーターの隙間に挟まれやすいので、特にご注意ください。エスカレーターから外側へ、顔や手などを出すと危険です。エスカレーターにお乗りの際は、手すりにつかまり、黄色い線の内側にお乗りください。お子様連れの方は、手をつないでお乗りください。長靴や運動靴はエスカレーターの隙間に挟まれやすいので特にご注意ください。手すりから外側へ顔や手などを出すと危険です。エスカレーターに乗る際は手すりに伝わり黄色い線の Thank you.